寝台特急サンライズ出雲号サンライズ瀬戸号を発車します。ドア閉まります。ドアが閉まります。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。寝台特急サンライズ瀬戸号出雲号東京行きです。これから先止まります駅の到着時刻をご案内いたします。次は上郡です。23時10分に着きます。上郡を出ますと姫路23時34分三宮0時12分大阪0時30分大阪を出ますと静岡4時38分富士5時9分沼津5時26分熱海5時43分横浜6時44分終点東京には7時8分に着きます。続いて車内のご案内いたします。列車は前から14号車、13号車の順に、一番後ろが1号車です。14号車から8号車がサンライズ瀬戸号、7号車から1号車がサンライズ出雲号です。5号車と12号車の1番から7番席は、伸び伸び座席で、その他は腰の寝台です。おタバコをお吸いいただける車は、6号車と13号車、また4号車と11号車の一部の個室です。なお寝タバコは危険です。灰皿をご利用ください。なお禁煙車ではデッキでのタバコもご遠慮ください。おタバコは6号車と13号車のデッキの灰皿をご利用ください。お手洗いは1号車と8号車前寄りに、その他の車は後ろになります。洗面所のない車があります。お近くの車をご利用ください。この列車では終点東京まで食堂車、車販売はありません。コーラ、コーヒー、お茶の自動販売機が3号車、5号車、10号車、12号車にあります。シャワー室は3号車の10号車にあります。シャワー券、タオルセット、イヤホンを車掌が販売しています。お求めのお客様は車掌にお申し付けください。カード式電話は3号車と10号車にあります。くず物入れはデッキにあります。車内美化にご協力お願いいたします。夜行列車では置き引き盗難の恐れがありますので、非常品には十分お気を付けください。5号車、12号車のお客様は特にご注意ください。お休みのお客様もいらっしゃいます。話し声や携帯電話などでご迷惑にならないよう控えめにお願いします。深夜の放送はご迷惑になりますので、この放送をもちまして横浜到着前まで控えさせていただきます。車掌室は車掌室は5号車と12号車にあります。ご用のお客様はお気軽にお申し込みください。それではごゆっくりお休みください。次は上郡です。
の次の上郡田前より12号車、13号車、14号車、後ろより3号車、2号車、1号車のドア開きませんので、ただ号車からお降りくださいますようお願いいたします。次は上郡田です。